トヨタの最上級車センチュリーが伝統的なセダンから SUV への変革です。今日トヨタが発表した新型センチュリー。4代目となる今回のモデルは、セダンの風格と気品をそのままに人気の SUV モデルを追加しました。1967年の初代発売以降、皇室や公用車など専属運転手がいるショーファーカーの地位を築いてきたセンチュリー。 プラグインハイブリッド方式を採用することで静粛性を高めたほか、スライドドアのタイプも用意し、後部座席の快適性を高めています。希望小売価格は2500万円で今年中の発売を予定しています。